牛原宇津彦は日本の映画監督、脚本家。本名は牛原清彦。初期の松竹蒲田撮影所で活躍した映画監督で鈴木伝明とのコンビで明朗な青春映画などを作り、島津安次郎らと共に蒲田映画の一翼を担った。渡米してチャールズ・チャップリンの映画サーカスの制作に参加したことでも知られる。監督引退後は 日本大学芸術学部教授や日活芸術学院所大学院長などについて更新の指導に当たった。毎日映画コンクール創設メンバーの一人でもある。妻は女優の三村千代子で、息子は日活で活躍した映画監督の牛原洋一。1897年3月22日、熊本県熊本市警庁に父、万太郎と母。 冬の六人兄弟の五番目として生まれる。祖父の自三郎は、京都近利経営の任に選ばれた、細川藩士54名の一人で、父の万太郎は、熊本大使として、西南戦争に参加した後、九州日日新聞に勤務しながら充実道場の師範を兼ねていた。坪川人情小学校を経て、旧姓熊本県立中学祭最高を卒業し、九百十四年に、 第5高等学校第1部おつるに入学。同校卒業後、東京帝国大学文学部へ文学科に入学する。1920年、松竹キネマ合名社理事の吉田勝美の紹介で、同社理事件設営総監督の幼いる文科の一人となり、6月に松竹蒲田設営所監督部へ社員として入社、その翌月に定大を卒業した。しかし、当時は、 活動写真の社会的地位が極めて低い時代だったため、低大生の映画会入りは周囲に物議を醸した。学費の一部を援助してもらっていた日後小学会の理事会でもとんでもないことと問題になり、何も変わらぬ古事記を作るために金を出したわけでないと言われたが、理事長だった細川森立公爵がこの小学会から一人ぐらい冬代わりが出るのも、 面白かろうと理解を示して許可されたという。初出社の日に応接室で後に妻となる三村千代子と初めて出会っている。牛原は幼いの勧めで、新派出身の過去山部の女子となり、主の巫女がその最初の仕事となった。その傍ら過去の監督作の脚本も執筆した。同年11月、社の制作人と対立して、 小竹キネマ研究所を設立した小内に従って同研究所に参加。この時、過去監督とゴミ国太郎から鎌田に残るように進められたが、小内らの目指す欧米流の映画作りの魅力に情熱をかきたて、結局研究所へ参加した。この研究所には、島津安次郎や村田稔、小竹キネマ俳優学校の卒業生である鈴木伝明、 沢村春子らも参加した。研究所の第1回作品、路上の霊魂では脚本を書き、別荘の羊役で出演もしている。翌1921年、研究所第2回作品で北村小松がカールブッセの詩、山のあなたの空遠くに着想を得て、シナリオを書いた山倉シルルで監督デビュー。その後、鎌田撮影所に出向を命じられて、 徳田修正の連載小説をオールキャストで映画化した断崖を監督するが、8月に研究所が解散、島津と共に鎌田撮影所に復帰することとなった。鎌田撮影所復帰後から1923年8月までに監督した作品は23本で、無字幕映画の京ヘルンギ、勝見洋太郎主演の母、いずこ、三村主演の 痛めることりなどの干渉悲劇ものを多く取り、センチメンタル牛原と呼称された。1922年、蒲田撮影所で庶民派女優として活躍していた三村と結婚した。1923年9月1日、徳田修正原作の一軸の撮影初日を迎えて、蒲田撮影所のダークステージで撮影中に、関東大震災に遭遇、撮影所は離災し、京都に、 下鴨撮影所を作って撮影所の機能を移転。9月12日に、牛原は、妻と共に、横浜から急南線のウエストオロワ号に乗って、神戸まで向かい、その後京都に移住した。京都では、震災を扱った、大地は起こるなど数本を制作したが、翌1924年には、鎌田撮影所が、機能復帰し、 震災で制作が中止していた、ムカゲを監督後、勝ツ主演の、詩人と運動家や、日活と東秋ネワとの共作になった、大地は微笑むなどを監督した。1926年、松平公爵の援助でアメリカへ渡ることとなり、1月8日に、天洋丸で横浜を出港、1月26日に、ロサンゼルスに到着した。 牛原は帰国まで南アドモア街の上山、総人宅に滞在し、到着の翌日から上山の案内で撮影所見学に回った。2月4日からポールスローン監督のイブ・エスリーブスにエキストラとして出演。3月15日には牛原が持参した象下の塔と乃木将軍の上映会をロサンゼルス日本領事の大橋忠和の行為によりアンバサダーホテルで行われ、 アンナメイウォンやキングビダーラが来会した。また、タカノトラシの行為で、チャールズ・チャップリンのサーカスの撮影に立ち会う機会にも恵まれた。ジュナンカのポスター。牛原宇津彦基調第一回監督作品と銘打って公開された。同年7月22日、天陽丸で帰国。帰国第一回作品は、ジュナンカで、当時雑誌、婦女会に連載中だった。 菊池博史の小説の映画化である。樹難歌は、栗島澄子、松井千恵子、筑波幸子が共演した全18巻の大作で、600円もかかった原作料は日本一高いと評判になった。また、ハリウッドで学んだ斬新な演出手腕を発揮して、大ヒットし、第1回キネマ巡報ベスト10で、第6位となった。1927年からは、 鈴木伝明を主演に、彼と東京、彼と田園、陸の王者、彼と人生といった、モダンで、迷路快活な青春映画で、高い評価を受けた。1930年、鎌田撮影所、創設10周年記念特作映画と名打たれた、新軍を監督。1年以上かけて、撮影を行い、膨大な制作費をかけて制作された。 キネマ巡邦ベスト展第2位の若者よなぜ泣くかを取った後、小畜を退社する。同年末に、陶器映画研究のためフランス、イギリス、アメリカと渡り、1932年に帰国。1933年、日活渦ずま撮影所に移籍し4本の監督作を発表するが、1934年には、新興キネマ、京都撮影所に移籍。 1942年、戦時統合で、新興キネマが、他2社と合併して、大映画創立されると、同社専属となり、同社第1回作品の、維新の曲を監督する。以後、モンゴルで、長期ロケを行った、チンギス汗などを発表するが、サイレント時代のような演出の精神さは見られなく、なった。1949年、特撮映画の先駆けと言われる、 パートカラー作品、虹男が最後の監督作品となり、翌1950年に大英を退社した。同年1月、日本大学芸術学部映画学科客員教授に就任。1952年、ポールスローン監督が大英に招かれて撮った、いついつまでも、で、協力監督を務める。1955年4月、 共立女子大学文芸学部講師に就任し、翌1956年には、日大芸術学部映画学科主任教授。1975年からは、日活芸術学院初大学院長を務める。日大芸術学部の教え子には、アニメーションの池田博監督がおり、池田のそのまた教え子には、片淵主治家監督がいる。また、第17回ベネツィア国際映画祭。 1> 第1回、第3回モスクワ国際映画祭にそれぞれ審査員として出席している。1975年、新藤兼人監督の長編記録映画、ある映画監督の生涯溝の口賢治の記録に出演した。1985年5月20日、脳血栓のため死去。88歳没。2010年、第29回ポルデノーネ無性映画祭で、 小竹の三巨匠の特集が組まれ、島津康次郎、清水博史両監督作品と共に、牛原の海浜の女王、感激時代、新軍、若者よなぜ泣くかが上映された。牛原の監督作品全102本のうち、現存するのは13本のみで、若者よなぜ泣くか、新軍、海病謎の三味線、維新の曲、剣風連平館、いつの日か、花咲館、 誰に恋せん、虹男の八本がほぼ完全な差しで現存しており、町の人気者は87分尺のものが現存している。アーム城第一編は九分尺、海浜の女王は十四分尺、観劇時代は十九分尺、彼と人生は九分尺の断片が現存している。また、脚本を書いた路上の霊魂もほぼ完全な状態で現存している。誰に、 恋戦は衛星劇場の幻の蔵出し映画館にて2020年に発掘放送された。カテゴリー、牛原宇津彦の監督映画も参照。ありがとうございます。